皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。はい、お待ちかねレビューの時間がやってきました。はい今日もよろしくお願いします。お願いします。前回ですね、ミルキー風味を使って、アーモンドミルクで作るチェーを作ってみました。はい、多分ね、ココナッツミルクでチェーで作るものだと思うんですけども、うん、もうスーパーで買える食材ということでアーモンドミルク使って作ってみたので、ちょっと、ベトナム料理大好きの堀ちゃんの前すごいハードルが上がっちゃったなって感じあるんですけども、そうなんですよ、また別物として捉えてもらったらいいかなと思っています。ちょっとね、はい、私ベトナム料理屋さんで働いたこともあったりするんで、ちょっと、ね、厳しいかもしれないです。ちょっともう真摯に受け止めてまいりたいと思います。はい、はい、ではどうぞお願いします。はい、はい、せーの、いただきます。ありがとうございます。はい、いや楽しみ。自分で提案しといて一番なんか今日は緊張しています。すごいいろんな具が入ってます。そうなんですよ、多分ベトナム料理だったら緑豆とか使ってるところだと思うんですけど、す、ね、難しい。いただきます。はい、うん、どうでしょうか。思い出すな、うん、あの味を。あの味あ、よかった、あの味思い出してくれたちょっとね、いや、かなり本格的です。あ、よかったです、うん、なんか結構ね、ココナッツミルクってスーパーで買えるかなとかちょっと私、うん、簡単に捉えてたんですけど、ちょっとなかったので、で家でちょっと豆乳とかでも作ってみたんですけど、ちょっとね、どうしてもプロテインの味が勝っちゃうんですよ。うんうん、なるほど。なので、まあ、なんかこうそれの中立的なポジションにいたのがもうアーモンドミルクだったので、なんとかって感じなんですけども。でもココナッツミルクって苦手な方多いじゃないですか、はい、うん、確かに。だからこれすごい食べやすいかもしれないですね。あ、よかったです。逆に私の大好きなタピオカも入ってて。あ、そうなんですよ、ちょっと入れてみました。チェーで多分冷たいもの飲み物だと思うんですけども、うん、あったかいものって出したりしましたか、お店。私が、はい、知ってたチェー、知ってるチェーは、はい、冷たいデザートのイメージだったんで、それあったかいのすごい新鮮で美味しいですね。なんかあったかいのもあって、ホットミルクみたいな、なんかちょっとホッとする甘さって感じ。確かに、すごい食べやすい感じ。緩和されるかなっていうのと、うん、あとバナナ入ってるので、ちょっとなんだろう、バナナの味が結構フルーティーなので、ちょっとそれで、うん、いろんな甘さ、一つの種類の甘さじゃなくていろんな種類の甘さ楽しめるので、甘すぎずっていうところなのかなっていうふうには思いますね。うん、ご褒美ですね、完全に。うん、結構今日はもうプロテインスイーツ寄りのレシピになってて、いつもなんかこう減量中にも楽しめるっていうところあるんですけども、今日はもう普通の、スイーツを作ってみました。ではもう12月に差し掛かりましたけども、はい、2020年も、ね、板垣さん来年挑戦したいこととかありますか？大きなテーマがそうですね、うん、本当になんかこれ私今年ね、もう年末に私もうすぐ30歳になるんですけどね、なんか20代最後の年で、うん、次30代、はい、第1本目すぐ、第1年目の年で何したいですかって結構壮大なテーマ語らないといけないと思うんですけども、ちょっと本当に思い浮かばなくてですね、なのでちょっと今困っていることの解消 に取り組む1年にしようかなと思っていて、会社で使ってるデスク私ちょっと汚いんですよ。いろんなものが載ってます。本やらカメラやらカレンダーやら、個性がめちゃくちゃ強いかもしれません。テーブルの、そうですね、とある芸人さんのカレンダーがドンって置いてあって、もう見たら一瞬で、あ、板垣さんのデスクだなって分かるぐらい個性が出てます。すごいいいと思う。いや、そうなんですね、結構付箋とかもなんか急いで付箋書くので、なんかちょっと走り書きみたいなのたくさんあったりとかで、なんでしょうね、この間チェーのレシピを考えるというところもあって、太字で大きいベトナムってパソコンに貼ってて、であれ何だったのとすごいお問い合わせを受けたりとかで、ちょっとなんかこうね、そろそろね、もういい年なのでちゃんとそれぐらいはしっかりしておきたいなって思うので、はい、来年こそは机の整理整頓
したいと思います。今コミットしたのでなんとか、はい、頑張りたいと思います。見てますね、ちゃんと。じゃあ、そうです、はい、最近染田さん挟んで隣なので、はい、これから厳しいチェックが入ると思います。ちなみに堀さんは。私はですね、はい、こう見えて、まあ、こう見えてっていうかあれなんですけど、すごいロックが好きなんですよ。あ、もうね、ロックミュージックがすごい好きで、まあ、今はねあんま行けないですけど、ライブとかもすごい行ってて、ヘドバンしたりとか、そう、ライブそういう感じのロックが好きなんですよ。なんかライブの翌日の堀さんの声が変わってるんですよ。そう、なのでまあ、ライブとかも好きなんですけど、もう音楽が好きなんで、なんか自分も、まあ、楽器を新たにやりたいなみたいな思ってて、ドラムをやってみたいなって思ってて。ドラムって本格的なドラムセットですか？まあ、家にはね、もう置けないんで、なんか習いに行ったりとかしてちょっとやってみたいなっていうのがあります。なんかずっと思ってたんですけど、なんかこういう機会がないとね、こう思い切ってできないかなと思って。そう、楽器できるのってかっこいいですよね。そうなんですよ、やっぱ音楽やりたいな。なんか小学生ぐらいの時は音楽やってたんですけど、エレクトーンで鍵盤が2段の楽器をずっとやってたんですけど、それ以来ずっと音楽ってやってなかったんで、なんか大人になってやっぱやってみたいなと。確かに大人になってから始める人多いですもんね。誰に挑戦してみたいなって思う。まあ、リズム感がないんでね、あれなんですけど。いやいや、もうドラムってすごいですね、器用な人がやるイメージがあって、なんか上半身とかじゃなくても下半身でもなんかドラム操作するんですよね、足とかで。すごいな。いや、でも堀ちゃんならできそうな感じもしますけどね。ベンチプレスとドラムが叩ける管理栄養士なんて、もう日本にただ一人しかいないと思うので。私、机の整理良かったのかな。いや大事ですからね。だから多分人間の基本的なところだと思うので、私はまずそこから頑張ります。多分ね、ちょっと変わってるんですけど、音楽好きで気に入ったらね、同じ曲をずっと永遠聴き続けるタイプなんですよ。あ、めっちゃわかるわ。そうで、もう聴き尽くしたらインストゥルメンタルを聴くんですよ。歌詞のないバージョンをもうひたすら聞くのが好きで、だからもうね、イメトレはすごいできてるんですよ。ドラムのもうね、パートはもう覚えてるんだけど、ここでハイハット鳴らすでみたいな。そうですよ。あとは体が動くかどうかっていうところなんで、もうイメトレはね、もうバッチリなんですけど。すごいですね。なんか軽音楽部の人しか聞かないと思ってました。なんだろう、昔で言うとカラオケ版っていうところですよね。そうすごいな。そうなんで、はい、やってみたいなと思ってたので、はい、なんか来年挑戦したいと思います。ってなったら結構リアスタでまあ、ギターが弾けるとかベースで弾けるよっていう人多いと思うので、バンド組めちゃったりとかするかもですね。そう、染田さんとかね、ベースできるんで、はい、バンド組もうかなって。何ですか、すごい。染田さんボーカル募集して意外なところなんで。そう、あ、すごいですね。はい、私楽器一つもできてないので、音楽の時間で褒められたことあるのがあれでした、和太鼓、うん、あれがすごい褒められて他本当になんかリコーダーのテストとか3回引っかかってたことがあったので、ちょっと私は、まあ、リコーダーを頑張って練習するか、和太鼓で言ってもらったらと思います。わかりました。カオスですね。自分で言ってちょっと後悔しました。考えておきます。ありがとうございます。ご検討いただけました。はい、はい、栄養価の紹介をしていきます。まずタピオカありのバージョン、今堀ちゃんが飲んでもらっているものは、うん、エネルギーが 317.1 キロカロリーで、タンパク質が 23.3 グラム、糖質が 5.7 グラムと脂質が 45.9 グラムです。はい、で、タピオカなしの場合は、エネルギーが 264.1 キロカロリーと、タンパク質が 23.3 グラム、脂質が 5.7 グラム、炭水化物が 32.9 グラムです。で、これ多分通常のレシピで作る場合、プロテインではなくて練乳で甘さ出すので、もうちょっと糖質だったりとか、まあ、脂質が上がってくるかと思います。うん、まあ、ご褒美ドリンクなんですけども、より高タンパクでちょっと
脂質とかも普通のお菓子とかよりも他は低いようなスペックにはなっています。そうなんですよ。ベトナム料理ってめちゃくちゃ練乳を使うので、その甘さがプロテインで再現できて、しかもちゃんと満足できる味でした。 ありがとうございます、うん、なんかそう言ってもらったらもうね、ベトナム料理屋さんで働いてた堀さんからもう太鼓判をしてもらったらすごい嬉しいです、ね、間違いないです嬉しいはい、でも本当にあのスーパーで簡単に手に入る食材で作ることができますので、ぜひ皆さんおうち時間にやってみてください、うん、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。